はい、こんにちは、116ウィンズです。いや、ドジャースついに世界一となりましたね。ワールドシリーズは第6戦が行われまして、ドジャースが3対1でレイズを下して32年ぶりのワールドチャンピオンとなりました。ドジャースこの試合初回にいきなりアロザレーナにソロホームランを浴びまして、先制は許したんですけれども、特にブルペン陣が頑張って1点ビハインドで踏ん張っていたところ、中盤にですね逆転に成功して、でそこからはブルペンがまた踏ん張りまして、最後まで逃げ切ることができました。ドジャースは現在地区8連覇中で、で戦力面からも毎年ワールドチャンピオンの候補として名前は上がってくるんですけれども、ただ17年18年とワールドシリーズには駒を進めたものの勝ち切ることができず、そして昨年に至ってはディビジョンシリーズで敗退するなど、なかなかですねポストシーズンで勝ち切ることができていなかったんですが、ようやくですね今回世界一となることができましたね。ロサンゼルスという街は今年 NBA のレイカーズも優勝していますので、そのレイカーズに続いて今回ドジャースも優勝したということで、ロサンゼルスの街は今お祭り騒ぎなのかもしれませんが、ドジャースファンの方にとっては本当に待ち望んだ世界一だと思いますので、本当におめでとうございますという言葉を送りたいです。一方でレイズについては、まあここまでですね第6戦まで踏ん張ってはきたんですが、ただ今日は先発のブレイクスネルを変えるタイミングというところが試合の勝敗を分ける大きな決断となってしまいましたね。スネルは5回までは本当に完璧なピッチングだったんですけれども、6回にランナーを出したところでキャッシュ監督は継投を選択して、で結果としてリリーフが踏ん張ることができませんでしたので、この継投の判断というところはちょっと悔やまれる試合とはなってしまいましたね。ただ総年俸で3倍以上あるドジャースを相手にレイズも全く引けを取らずいい試合はしていましたし、またこのシリーズはですね両チームとも非常にハイレベルな戦いを見せてくれていましたので、個人的には見ていて非常に楽しいシリーズだったなと思っています。さて今日の試合を振り返っていきたいと思うんですが、今日の試合やっぱりベッツの役割というところが非常に大きかったですね。6回にベッツの3打席目が回ってきたんですけれども、そのタイミングでレイズは系統を選択してスネルを下ろしてアンダーソンを投入したんですね。で変わったばかりのアンダーソン相手にベッツがツーベースを放ってワンアウト2、3塁とチャンスを広げると、バッテリーエラーで同点に追いついた後、コーリー・シーガーのファーストゴロの間にベッツが勝ち越しのホームイン。このファーストゴロもファースト正面の打球で、でしかもファーストのチェジマンも前進守備を敷いていましたので、普通のランナーだったらアウトになってもおかしくはない、そんなプレーではあったんですけれども、ここは本当にベッツのスピードが生きたプレーとなりましたね。まあ、前進守備のファーストゴロでチェジマンもすぐホーム送球したんですけれども、ベッツは余裕でセーフでしたので、まあスピードというところもそうなんですが、スタートも非常に良かったんじゃないのかなと思いましたね。でベッツはこの後8回にもソロホームランを放って、この一発が本当に試合を決定づけた、そんな一発となりましたね。ベッツは2年前レッドソックスに行った時に2018年のワールドシリーズ第5戦その時も貴重な追加点となるソロホームランを放っているんですけれども、まあ、あの時はドジャースを下す側にいたベッツが今度はドジャースの世界一につながる大きな一発を放ったというのはなんとも面白い話ですよね。ドジャースはこのベッツに対して、まあ、トレードで獲得した時に非常に有望な選手をたくさん出しましたし、またその後の12年の契約延長と人という面でもお金という面でもこのベッツに対してめちゃくちゃ投資してきたわけですけれども、その投資が見事に今回生きた形となりましたね。そして個人的に良かったなと思うのが、クレイトン・カーショーがついに念願のチャンピオンリングを手に入れられたというところですね。カーショーはキャリアでポストシーズン10年進んでいるんですが、これまで世界一というところには一度も手が届いていませんし、むしろですねカーショーはポストシーズンに弱いと言われるくらい、ポストシーズンにはあまりいい思い出がない選手ですよね。カーショーがポストシーズンで打たれてしまってベンチでうなだれている姿というのは多くの人の印象にも残っているところだと思いますし、ドジャースがワールドシリーズ勝てない要因としても度々批判されることもあった、そんな選手ではあるんですが、今回初めて笑顔でポストシーズンを終えることができたというのは本当に良かったなと思いますし、特に今日の試合が終わって世界一が決まった瞬間のカーショーの笑顔というのは見ている側も本当に良かったなと思うような、それぐらいいい表情をしていましたよね。サイヤング賞を3回以上受賞した選手の中で唯一世界一の経験がなかったカーショーですが、これで全員が世界一経験者となりましたし、ロバーツ監督もシーズン中のカーショーのチームへの貢献というところはおそらく誰よりも理解している存在だと思いますので、そのロバーツ監督がカーショーに対してねぎらっている姿というのも印象的でしたね。今回カーショーはワールドシリーズでも2勝を挙げましたし、少しですねプレーオフでのカーショーに対する見方というところも変わってくるんじゃないのかなと思っています。ではここからは負けたレイズの話もしていきたいと思うんですが、まあ、冒頭でも少し触れましたが、やっぱり今日悔やまれるのはスネルの系統の判断というところですね。今日のスネルは本当に序盤は完璧なピッチングをしていまして、5回まではドジャース打線をほぼ完璧に封じ込めていたんですね。最終的な投球成績でも5回3分の1を投げて打たれたヒットはわずか2本、そして9個の三振を奪うなど、ドジャース打線はかなり手こずっていた印象がありましたし、特に上位打線ですよね。
ベッツ、シーガー、ターナーと非常に強力な3人がドジャースの上位打線並んでいるところなんですが、この3人に対して今日スネルは6打席6三振と全く付け入る隙を与えませんでした。上位打線に対するパフォーマンスは今日非常に良かったですし、レイズの現状のリリーフ陣はちょっと不安が多い状況ではありましたので、スネルを3巡目行かせるかなと思ったんですが、ラストバッターバーンズにヒットを打たれたところでキャッシュ監督が飛び出してきても即交代を宣言したのはやはり驚きでしたね。この交代についてはキャッシュ監督試合後のインタビューで質問されていたんですけれども、スネルの交代を判断した理由としてはベッツやシーガーとの3巡目は避けたいというところがどうも大きかったようなんですね。確かにスネル第2戦先発した際に2巡目まではほぼ完璧にドジャース打線を抑えていたんですが、3巡目を迎えたところでベッツにフォアボール、そしてシーガーにヒットを打たれるといった場面がありましたので、1点リードで緊迫した場面でこの上位打線の3巡目というところはちょっと怖いと思ったんですかね。ただ投入するのがアンダーソンで良かったのかというところはちょっと疑問ではありましたね。シーズン中のアンダーソンが MLB でも有数のリリーフピッチャーであることは全く疑う余地はないと思うんですが、ただこのポストシーズン入ってからはちょっと調子が良くないですよね。この試合始まる時点でポストシーズン6試合連続で失点している状況でしたので、そのアンダーソンをこの1点リードの場面で投入するのは果たして正しいことなのかというところはしばらくは議論されるんじゃないのかなと思います。右バッターのベッツを迎えるということで右投手のアンダーソンをぶつけたかったという思いはキャッシュ監督の中にはあったのかもしれませんけれども、ただベッツは今季対右の方が圧倒的に成績はいいですので、そういった面からもなかなか不可解な系統ではあるんですけれども、もしかしたら我々のわからないところでアンダーソンの方が有利というデータがあったのかもしれませんし、このあたりは系統の難しさというものを非常に感じましたね。ということで系統の失敗というところが目立つ試合とはなってしまいましたが、ただ遅かれ早かれスネルの系統は必要だったとは思いますし、そもそも打線も初回のアロザレーナのホームランだけしか得点が奪えていませんでしたので、この系統失敗だけのせいで負けたとは言えないとは思いますが、ただレイズにとっては痛すぎる失敗となってしまいました。という具合に今回ドジャースの世界一が決まってめでたしめでたしと思っていたところ、試合後にとんでもない話が出てきまして、ドジャースのジャスティン・ターナーがコロナ陽性反応が出たという報道が出たんですね。ターナーは今日8回に不自然な形で試合から退いていまして、どこか怪我をしたのかなと思っていたらまさかのコロナ陽性と、どうも前日に検査したものが結果が断定できないとなって今日も再検査したところコロナの陽性反応が出て MLB の指示のもと交代となったようなんですが、ターナーは症状もなく元気らしいので、まあ、そこは良かったと思うんですが、本当にターナーが抜けたことによって戦況に変化が出なくて良かったと思いますし、また第7戦にもつれていた場合はそもそも試合ができるのかという問題も出てきていたと思いますので、本当に危なかったなと思いますね。ただターナー陽性反応が出た中でなぜか試合後の写真撮影ですとか、まあ、歓喜の輪にちゃっかりといまして、まあ、これ大丈夫なのかなとは思ったんですけれども、とりあえずチーム内に感染が広がっていないことを今は願っています。このポストシーズン陽性反応が一つも出てきていなかった中、今日最後の最後に出てきてしまいましたので、今シーズンはコロナに本当に振り回された1年となりましたね。まさにコロナに始まりコロナに終わった、そんなシーズンとなりました。このパンデミックが果たして来年もどうなっているかは全然わからないんですけれども、来シーズンこそ通常の162試合のシーズン、かつスタンドに満員のお客さんが入った MLB の試合が見られるといいなと願っていますが、果たしてどうなるでしょうか。もちろんその前にオフシーズン、特に冬のストーブリーグの動向は楽しみな部分もありますし、各チームが来年の戦いに向けてどういった補強に動いてくるのか、こちらも今後も注目して見ていきましょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。